アメリカで深刻化する粉ミルク不足がサプライチェーンの問題を浮き彫りにする中、親たちはツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアにスーパーの棚が空っぽになっている写真を投稿し、メディアの報道と政府の対応を懇願しています。フォックスニュースはミシガン州の幼い子どもを持つ母親にインタビューしました。彼女が最後ににアマゾン注文しした粉ミルクはまず遅延し 最終的にはキャンセルされたそうですニュースを知った彼女はすぐに家を飛び出して店に粉ミルクを探しに行ったが少なくとも4つの地元の店には品物がないことに気づいてがっかりしましたニューヨークの新生児の母親は FOX ビジネスチャンネルに赤ちゃんが生まれて数日後に粉ミルクを買いに近所のターゲットに行った時棚が全く空だった時は心が沈んだと述べました ジジョージア州のある母親はツイッターでブライアン・ケンプ州知事にいつになったら粉ミルク不足について話し始めるのでしょうか泣くべきではないがどうやって4ヶ月の子供を育てるのかを知りたいと懇願しました乳児用粉ミルクの不足は継続的なサプライチェーンの問題から始まりここ数週間アボット社のミシガン州タージス工場で製造された粉ミルクを飲んだ乳児4人が クロノバクター・サカザキ菌によるまれな感染症にかかり、乳児2人が死亡したとして、リコールとなり、サプライチェーン問題が激化しました。小売データ会社データセンブリーの分析によると、先週26の州で、主要コミルクブランドの40から50%が売り切れたといいます。被害が最も深刻な州は、アイオワ州、ミズーリ州、サウスダコタ州、テネシー州、 テキサス州でテキサス州サンアントニオでは56%と最も高い品切れ率が発生しました。